アルメニア王国は、紀元前190年から紀元前66年まで独立していた王国であり、428年までローマとペルシア帝国に従属していた国家だった。1世紀にキリスト教の布教が行われ、301年にキリスト教を国教とした、大アルメニア王国とも言われる。アルメニアは王国として独立するまで、アケメネス朝、アレクサンドロス帝国。 セレウコス朝のサトラッピであった。アルメニア人は主に攻易の担い手として、メソポタミア、小アジア、地中海方面で活躍していた。セレウコス朝のアンティオコス3世が、マグネシアの戦いで、ローマ軍に敗れると、アルメニアのサトラップであったアルタクシアスとザリアドレスは、ローマ軍の賛同を得て、独立を宣言し、それぞれアルメニア王国、ソフィーネ王国を建国する。 アルメニア王国は、その創立者、アルタクシアス一世にちなんでアルタクシアス朝と呼ばれる。アルタクシアス朝は、かつてのウラルト帝国の半島を中心として、約2世紀の間その支配を確立することとなる。アルタクシアス一世の在位中、アルメニア語は、公用語としての地位を確立するが、もろもろの記録に、アルメニア文字が使われるようになるには、 紀元後3世紀から5世紀の人と思われる性、メスローブすなわちメスローブは一つの出現を待たねばならない。したがってアルメニア文字によるアルタクシアス朝の当時の記録は存在しない。アルタクシアス一世の在位中、東と西に分裂していたアルメニアの統一が紀元前165年に提案されたが、彼の生存中に果たすことができなかった。 アルタクシアス・朝を継いだ者の,の中で、アルメニア史において帝王の名を冠して呼ばれるのは、ティグラネス2世ただ一人である。ティグラネス2世は、アルメニア人の間では王の中の王として、伝説的な存在にすらなっている。ティグラネス2世の統治の下、アルメニアの東と西が統一され、アルメニア王国は、古代史上における、最盛期を迎えることになる。ティグラネス2世はパルティアから、 広大な領土を得ただけでなく、大アルメニア帝国の確立を目指して、各地を転戦し、その遠征先は遠くパレスチナのプトレマイオスにまで達したと言われる。さらに、ティグラネス2世は領土を拡大し、イベリア、アトルパネで、アルバニアをはじめとするコーカサスの諸地域も、紀元前83年までに帰属させた。これらの征服地は、シリアと南方の一部を放棄させられた以外、 ほぼ500年間アルメニアのアルタクシアス・朝によって統治される。しかしその晩年には、セレウコス長とも婚姻関係を持っていたギフのポントス王ミトラダテス6世とローマ帝国との紛争に巻き込まれ、シリアをはじめとする一部の領土を放棄して、ローマ帝国の同盟国となることで、その独立を承認された。ネロの治世したローマは、 同盟を結んだアルメニアに侵略してきたパルティアと55年から63年まで戦った。60年のアルメニア奪還と62年の喪失の後、ローマはパンロニアから第15アポロン軍のシリア総督コルブロを派遣する。コルブロは第15アポロン軍のほか、第三ガリア軍、第5マケドニア軍、第10フレテンシス軍と第22軍を率いて63年。 アルメニアの王位をティリダテス一世に福井させたボロガセス一世の領域に入った。これ以来パルティアが望む人物を王につけ、大官はローマ皇帝及びその代理が行うという両族体制ができた。名目上はローマ帝国の属国で実質はパルティアの属国という接中案である。百十四年第五次パルティア戦争を有利に運んだトライアヌスは一時的に アルメニアを属州化した。しかし、新たに属州化したメソポタミア地域の維持に耐えかねた、ローマ帝国は118年にこれらの属州を放棄した。その後、再びアルメニア王国の支配に戻った。ボロガセス4世がアルメニアに侵略し、帰化の将軍を大いにつけたことによって162年から165年までルキウスウェルス帝の戦役が引き起こされた。 パルティアの脅威に対し、ウェルスは東へ出発した。彼の軍は対将を収め、首都を取り返した。ローマ市民権を持ち、アルメニアの相続権利を持つソハエムスが、傀儡王として即位した。サーサーン・アサペルシアは252年アルメニアを占領し、ローマが287年に取り戻すまで保持した。384年に王国は、 東ローマとペルシアの間で分裂した。西アルメニアは即座に小アルメニアという名でローマの属州となった。東アルメニアは428年までペルシアの内部でそのまま王国として残った。その後地方貴族が王政を廃し、サーサーン・アサが行政官を送り込んだ。アルメニアは301年にキリスト教を国教としたが、これは世界初であった。 アルメニア人の間には、キリスト教は浸透しており、ローマ側においても、ペルシア側に併合された地域でも、キリスト教の信仰は、衰えることはなかった。紀元前2世紀までの大アルメニアではアルメニア語が、話されており、現在のアルメニア人は、その直接の言語学的な子孫であると考えてよい。アルタクシアス一世、アルタウアスデス一世 ティグラネス一世、ティグラネス二世、アルタウアスデス二世、アルタクシアス二世、ティグラネス三世、ローマ氏名ティグラネス四世、アルタウアスデス三世、ローマ氏名アリオバルザーネス、ローマ氏名アルタウアスデス四世、ローマ氏名ティグラネス五世イエラト、福井オノーネス、パルティアからオローデスアルタクシアス三世、ローマ氏名アルサケス一世オローデス、福井、ミトリダテス、ローマ氏名、 ミトリダテス、ローマ氏名、福井ラダミストスティリダテス一世、ティグラネス六世、ローマ氏名アルサケス長のハタティリダテス一世、ローマ氏名、福井サナトルセスアクシダレスパルサマシリスボロガセス一世、パルティアオボロガセス三世ソハエムス、バクルソハエムス、福井ボロガセス二世、パルティアオボロガセス五世、コスロブ一世、ティリダテス二世、コスロブ二世、ティリダテス三世、 コスロブ3世、ティグラネス7世、アルサケス2世、パパスバラスダテスアルサケス3世、コスロブ4世、ブラムシャプアルタクシアス4世、佐藤1988、P91 佐藤1988、P93 佐藤1988、ピアニッシモ、93から94区に厳百9 6 5 P404。ありがとうございます。